こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビュー員のこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてはライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はゆうきさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあゆうきさんについて自己紹介をお願いします。はい、都内で会社員やってますゆうきです。今29歳になります。趣味は、休みの日なんかは、雑貨屋さん巡りしたりですとか、あと古着屋さん行ったりとか、気ままに都内をふらついてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK 1LDK です。はい、はい、大体平米数はどれくらい？平米数43平米ぐらいですかね。はい、まあメゾネットというか4階建て3階建て4階建てになりますかね。はいはいはい、結構多分、ね、物件自体も特殊だと思うんですけど、はい、なんかこの物件を選んだ決め手というか、なんか物件選んだ決め手は、まずまあインダストリア感出したかったので、壁がコンクリートのところがいいなっていうところと、あとまあメゾネットなので、まあ、住んだことなかったので、いいなっていうところ、うん、あと最後はあのルーフバルコニーの部分にあるんですけど、その空間をうまく使ってなんか楽しいことできないかなというところも、うん、考えてここにしました、はい、ということで、まあ、結構それぞれのフロア、まあ、ちょっと雰囲気もそうですけど、特になんか4階ルーフトップか、はい、すごいね、面白い、いろいろ作り込みを多分ね、はい、してらっしゃると思うんでちょっとそのあたりの話詳しくお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。それではリビングの方を紹介してもらいたいなと思うので中に案内してもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、こちらお願いします。はい、失礼します。おー、ここが2階スペースになるんですかね。そうですね、はい、はいはいはい、リビングルームですね、うんうん、ということでじゃあちょっとこの部屋のこだわったポイントやコンセプトからお尋ねしたいんですけど、はい、どんなところにこだわりましたか。こだわりは、デザイナーズマンションで壁がもう全部コンクリートっていう感じになって、天井もコンクリートなので結構インダストリアル感はもうそれだけで出ちゃうかなっていう感じなんですけど、もう色味とかあんま気にせずに自分がこう好きな色のものをこう置いてインダストリアル×カラフルみたいな感じで作ってる感じです。はい、ということでじゃあちょっと順番に細かいお話を聞いていきたいなと思うんですけど、まずはちょっとキッチン側に移動をしていただいて、はいはい、こちらは普段結構料理とかされるんですか？料理はほとんどしないですなんかじゃあこの辺でコーヒーマシーンとかが置いてあったりすると思うんですけど、はい、この辺は結構普段からよく飲んでらっしゃる？コーヒーはそうですね、結構いろいろ自分でお店回って買ったりとかして作って飲んだりとかしてますね。はい、ちなみにこのコーヒーマシーン、ドリップ、はい、これはどちらで？これはこれ普通の雑貨屋さんで7000円ぐらいで買ったやつですかね。はい、デザインめっちゃいいですね、これ。そうですね、僕青が好きなんで、はいはい、結構青色のものが可愛いなと思ってこれは買いました。コーヒー豆とかそういうのもなんかお店で結構買われるんですか？買いますね、はい、なんかいいなと思ったものは。これとかもちょうどこの前韓国で買いましたけど、あ、まあ、これはドリップコーヒー、はい、コーヒー豆出してるんですね。ここもありましたし、キッチンスペースも見ててパッケージのすごい可愛いものというか、あ、そうですね、ジャケ買いすることは結構多いかもしれないです、はい、これドリップマシンのこの右隣にある、はい、エンジン、エンジン、はい、これなんですか？これお酒です。あ、お酒なんだ。これジンですかね、はい、へえ。お酒も結構好きなんで、はいはい、いろいろ買って飲んでっていう感じで。これ海外のやつなんですか？いや、これは普通に普通のお酒屋さんで買いました。はい、こっちの壁側の方のちょっとお話も聞いていきたいんですけど、はい、結構このウォールアートというか昔から集めてらっしゃるみたいな感じなんですか？そうですね、はい、絵とかは結構好きでいろいろ買うことが多いですね、はい。なんかお気に入りのものとかがあればちょっと 1,2 で紹介いただきたいんですけど、何かありますか？そうですね、大川のりさんっていう人の作品でめちゃくちゃこの人の絵が好きで、これも一点物で買ったんですけど結構高かったですけど、はい、これはお気に入りですね。あとスケボー昔ちょっとやってたっていうのもあって好きで、これ今サノバチーズっていうブランドのやつを飾ってますけど、はい、あとはサボテン、サボテン、はい、大きなサボテンが、大きなサボテンありますね、はい、ちょっとなんか途中一部分がこれはそうですね、引っ越しの時に、はい、あ、引っ越しでか折れちゃったんですけど、あらあら、そうですね、
そうだったんですね。まあでも結構大きいですもんね。これは、はい、名古屋で、もともと前名古屋住んでたんで、はい、その時に買って無事東京まで持ってきたんですけど、折れちゃった。到着してから折れちゃったっていう。ずっとサボテンを置きたくて、はい、サボテンがすごい好きで、一つでっかいやつが欲しいなと思って買って、これをお気に入りで持っていこうか、持っておこうかなと思ってるやつですね。こうお花を部屋に置くことも多くて、これとかも花を結構買うことも多いですかね。すごい綺麗な、うん、アジサイな、これアジサイ。これも結構色味が独特なものをあえて選んで、うん、青系が多いですけど、飾ったりとかはしてますね。これお花とかもなんかよく買いに行くお店とかあるんですか？買いに行くお店はあれです、東急プラザ、プレイ、そうです。あそこで結構買うことは多いですかね。はい、確かに結構あそこもなんか独特な、あんま見たことない感じの花とかありますもんね。はい。そうなんだ。この辺で言うとテレビボード？テレビボード、はい。テレビボードは家具全体なんですけど、アクメファニチャーでも揃えてて、このテレビ台とラグとソファー、あとこのクッションもかな。ファーニチャーで揃えてるっていう感じでやってます。買いましたね、はい。どうですか、ソファーとかは座り心地とかいかがですか？ソファーはめちゃくちゃいいですね。革なんで結構経年変化いろいろしていくんで。確かになんかかっこいい感じになってきてますもんね。それも楽しみながらっていう感じですかね、うんうん、はい。結構このローテーブルとかも今度ちょっと発色のいい感じのローテーブルですけど、はい、これも、まあ、色が水色で、うん、ニルズさんっていうとこのブランドのやつで、はい、この辺とかがメタリックな感じでインダストリアル感出るなと思って買いましたね、うん、雑貨は一番は奥の方が多いですかね。はい、結構いろいろありますかね。なんか雑貨買うときにこうなんかあるんですか、ご自身の中でこう魅力的に感じてしまうというか。なんだろうな、雑貨買うときは完全に美術ですかね。もう、なんかあんま自分でこだわりってないんですけど、うん、もういいなと思ったものは気にせずに買うっていう、結構衝動買いすることが多いんですけど、うん、最近買ったものとかなんかお気に入りの雑貨があればちょっといろいろ紹介をしていただきたいんですけど。お気に入りの雑貨はなんだろうな、これこの前、これ花瓶なんですけど色味が可愛いなと思って買ったやつで、うん、これはインテリアとしてここに飾ってるんですけど、最近エジプトちょっと旅行してたんで、ここにエジプトのクレオパトラを3個置いてます。結構海外もよく行かれたりするんですか？海外行きますね。もともとアメリカに3年仕事で住んでて。あ、そうなんですか？そうなんです。で、そういう感じで結構なんでジーンズとかはもともとアメリカのなんだろう文化とか結構好きだったんで、アメカジ系の服あることも多いですし、うんうん、ジーンズ集めたりとかもしてますし、はいはい、一つ好きなのがヴィンテージじゃないですけど WRL は好きなんで、ブランドですね、うん、は持ってたりとか、あと最近めちゃくちゃ履き込んで育てようと思ってるのがこっちにあるんですけど、シュガーヒルさん、このジーンズは結構ずっと履いて育てようとしてますね、はい。その洋服のこのラックの前に置いてあるこのハイテーブルというか、はい、これですかね、はい。こちらはどこで？これは、これネットで買いました、うん、これ韓国系のなんかテーブルなんですけど、値段が1万円ぐらいだったかな。あ、はい、結構お手頃な。じゃあそうです ね、 これはテムでネットで買いましたけど、可愛いライトだなと思って、うんうん、これは最近ちょっと新しい趣味で始めようかなと思って、フィルムカメラを買ったんですけど、うん、ニコンの FE2 かな、初心者これボディめちゃくちゃ可愛くて、うん、自由が丘で買ったんですけど、うん、このボディに惹かれて、これも青ですけど、うん、もう一目惚れして買ったっていう感じです、はい。僕ちょっと一個気になってるのが、はい、チャンピオンベルトみたいなやつチャンピオンベルト、はい。これはちょっと何かなと。これは、はい、もう完全に置き場所に困ってるんですけどもともと僕小学校から格闘技してて、はい、でもともと格闘技めちゃくちゃ好きで、まあ、ボクシングとかあとはライジンとか結構見るんですけど、うんうん、この前朝倉未来対平本蓮の試合見て、でなんか触発されちゃってでなんか格闘技のなんかグッズ欲しいなってメルカリ見てて、はい、
3万円ぐらいしたんですけど結構いいね。でしょ、衝動買いしてあの一回つけてみたんですけど、つけました、はい、一回一人でつけてみたんですけど、あのつけて終わって、終わっちゃいました、大きい場所に困っていやでもなんかチャンピオン感あります。チャンピオン感、覇王感出ましたね。ありますけど、はい、今ここにあの眠ってますね、はい、グローブもこっちにありましたね。グローブも、はい、あのライジン見てライジンのグローブ欲しいなと思って。あ、本当はライジンのものなんだ、オフィシャルの。これライジンのやつです。へー、はい、そういうことな。今も結構格闘技はやられるんですか？一切しないです。あ、今も一切しないんだ。一切しないですけど。そうなんですね。まあ買ったんで始めてみてもいいかなと思います。確かに。はい、分かりました、はい、あとは家の照明、はい、この2つ今大きいこの、はい、スタンドライトとペンダントライトがあると思うんですけど、はい、それぞれこれはどちらで？これは、パシフィックファーニチャーさんで、うん、買いました。もともとこうでっかい照明ついてたんですけど、外して自分でつけてっていう感じでこれを買って、でこっちはこれずっと持ってて、これアメリカ住んでた時にあのどこで買ったかな、もう普通の家具屋さんで買ったやつですかね、はい、ライトだけちょっといろいろあの可愛いやつに変えたりとかしてるんですけど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、続いて寝室を紹介してもらいたいなと思うんですけど、またこっちはリビングとちょっと雰囲気が全然違うと思うんですけど、なんかコンセプトみたいなのはありますか？そうですね、寝室は結構白基調なものでちょっと落ち着いた感じにしようかなと思ってて、白基調のものが多いっていう感じですかね、はい、うん、まずはじゃあこちらのヴィンテージのこのツールって言ったらいいんですか、これは。こっちですか？右側のやつ、はい、こっちは。そうですね、これは名古屋の古着屋さんで買ったんですけど、ヴィンテージ60年代のやつかな、なんか美容室、アメリカの美容室でもともと使ってた椅子っていう感じみたいで、もう色味でかっこいいなと思って買って、うん、今上にプロジェクター置いてるっていう感じですかね、はい。プロジェクターはどちらのやつ？はい、プロジェクターはこれはもうあの Amazon で買っためちゃくちゃ安いやつです。結構あの普通に綺麗に映って映画見たりとか、うん、あの音楽ライブ見たりとかしてる感じですね、はい。なんか最近見てよかった映画とか？最近見てよかった映画、ドラマとか。ドラマとか、ドラマで言えばめっちゃ昔ですけど、あのサマーヌードって分かります？うわー、ヤマピー。そう、ヤマピー、懐かしい。もうあれ僕毎年夏見るんですけど。あ、そうなんですねエモくなる。エモくなる、エモくなるし、あの時の戸田恵梨香めちゃくちゃかっこいい。あー、確かに感じで、あの辺みんななんかイケてる色男と色女みたいな感じですよね。結構あれ見て懐かしいですね。夏を感じたっていう今年の夏でしたねはい、プロジェクターで。そうなんだで、さらにその奥に有村架純のでっかい写真がありますね、はい、はい。これなんかですか、写真集とかの？なんかこれなんだろうな、メルカリで買いましたけど、まあ、なんか女性のなんかでっかいポスター欲しいなと思ってて、なんかでっかいポスターあったら入るなと思ってて、で有村架純がすごい僕好きなんで、はい、あの飾ってます、はい、あとはじゃあ今度そのお隣行きましょうか、はい、こっちのデスク周りの方、デスク、はい、話を聞きたいなと思うんですけど、はい、普段お仕事は在宅でも結構されるんですか？在宅は、いや在宅はほぼないです。あのちょっと前までありましたけど、はい、会った時はここで仕事してっていう感じでやってましたかね、うん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 、はい。なんかデスク周りはこだわりというか、なんかどんな、それこそ快適さとかで選んだりもするんですか、この辺？こだわりは、まあ、この机はあの下のやつと同じでミルズさんっていうところのデスクなんですけど、メタリックな感じで、こう自分でこのネジの色とかも選べて、あのオーダーで作ってもらったっていうやつで、ここの照明がこれもヴィンテージのやつかな、これもどっかあの古着屋さんでヴィンテージのやつ買いました。これはダルトンさんの貯金箱で、うん、あの小銭をひたすら入れてるっていう。海外旅行とかも結構行くんで、あの余ったお金とかも好きにどんどん入れてるって感じです、うんうん、はい。どうですか、この作業系の、あの普段椅子、ワークこういう椅子とかはなんかこだわりとかあるんですか？椅子も、うん、これもヴィンテージ玉、これもヴィンテージ。おー、かっこいいですね、パイプ椅子、うん、この辺の椅子とかも全部白系で、なんか机と合うかなっていう感じで、あの買って、パイプ椅子ですけど、うん、かっこよさで選んだ感じですかね、はい。
あとはちょっとベッド周りの話も聞きたいなと思うんですけど、ベッド周りでいくと頭の頭上、このちょっとサークル型ドーナツっぽい照明があると思うんですけど、あれはどちらで？これはイケアですね、うん、最近流行ってるかなと思うんですけど、これなんか一時期やりましたもんね、うん、はい、ムーブがね、かわいいなと思って。この上の時計もかわいいですよね。時計もダルトンですかね。へー、うん、オレンジオレンジで揃えてる感じですね。あとちょっと僕気になってるのが、はい、あのケーブル、充電ケーブル、あの、はい、グリーンとブルーのはいはいはい、これなんかあんまり普段見ないちょっとファッショナブルな、これ、はい、ケーブルですね。そうですね、これめっちゃ長いんですけど、これは先週韓国旅行行ったんですけど、あのサムエルスモールですか、はい、で買った、可愛いなと思ってこれ買って使ってますね。インテリアっぽいですもんね、なんか充電ケーブルっていうか、これめちゃくちゃいいなと思って、はいですね、うん、ベッドサイドちょっとちっちゃいアート、これですかね、はい、はい、あると思うんですけど、はい、これはまた何かあれですか、旅行とか行った時のやつとかですか？これはいや旅行で買ったものではなくて、大学の友人なんですけど、イラストレーターしてる子がいて、結構その子と仲良くて、あのインスタとかでもいろいろあの上げてる子なんですけど、メキシコで、住んでた時になんかひらめいて描いた絵みたいなんですけど、そうなんだあの可愛いなと思って、うん、あのもらったっていう絵をずっと飾ってます、うんうん、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、続いてこちらが屋上ということでやってきました、はい、こちらはどんなスペースになりますか？こちらは、ルーフバルコニーになってて、テントサウナ置いてるんですけど、とテントサウナするための今空間作りみたいな感じにしてて、まあ、あと友人来た時にバーベキューしたりとか、みんなでこうお酒飲みながらこう遊べる空間に、みたいな感じで作りました、はい、最高じゃないですか。最高っすね最高っすね、はい、ここは、まあ、やっぱりメインはサウナ。メインはサウナ、サウナですね、うんうん、はい、サウナとかをね、多分家でなかなか導入される、あんまり僕はちょっと見ないんですけど、なんか選定したポイントとかなんかあるんですか？は、これ家サウナっていうサウナなんですけど、煙が出ないサウナになってて、バイオエタノールっていう燃料で燃えるんですけど、まあ、あと価格とかもいろいろ考えて、うん、買ったっていう感じですね、うんうん、はい、なんか結構サウナって僕はあんまそんな入らないですけど、はい、高温の方が気持ちいいみたいな。高温の方が気持ちいいですね結構これも高温になるんですか？結構高温になりますね、はい。あとロウリュし放題なんで、うん、自分のやつなんで、し放題、確かにね、まあ、熱々にして最高ですね。で水風呂入ってここで休むっていう、はい、感じです。これ総額、この、まあ、水風呂とかありますけど、はい、構築するのにこれいくらぐらいかかったんですか？ここでけどどうだろう、サウナが20万ぐらいしたんですけど、椅子とかも含めるとどんどん机もあるし30万ぐらいですかね、多分、はい、でもそれぐらいなんですね、はい、せっかくなんで椅子とかの話、はい、もうちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけど、はい、ちょっと椅子は、はい、これコールマン、こっちは サウナ用って言ったらいいのかな。あ、うん、サウナ用みたいなのがあるんですか？なんかよくサウナ施設行くとこの椅子置いてあるんですけど、あ、こうなるやつ。そうです。あ、はいはいはい、それが欲しくてこれは買って、でこれキャンプ用ですかね。でこれはもともと下に飾ってたんですけど、これパシフィックファーニチャーさんで買った、うん、椅子ですかね。1年前ぐらいに買って、アメリカ的なデザインかなと思って、うん、いいなと思って買ってますまたハンモックは、これはテムで買ったやつかな、結構安かったです。4000円ぐらいでしたけど、ハンモックもいい感じですね。あとこのライトはアマゾンで買って、そっか、ちょっとチルい雰囲気出すため。夜とかもじゃあ結構、あ、夜めっちゃいいですね。雰囲気も出て、雰囲気出てめっちゃいいです、はい、すごい。じゃあ結構休日はみんなここに集まってみたいなことが多いんですか？はたまに、はい、たまにたまにして、お酒飲みながら音楽かけながらゆるく楽しくやってます、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、はい、ということで結城さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に結城さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したものがあればしていただければなと。そうですね、お部屋紹介してるあのインスタグラムとかやってるので、よかったら見てもらえると嬉しいです。はい、はい、ということで、じゃあ気になる方はゆきさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはゆきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。